カルドセプコがお送りする一から始めるカルドセプト第3話は領地の奪い合いです。こちらをご覧ください。カルドセプトでは空いているマス目に持っているカードからモンスターを配置すると自分の領地になります。自分の領地はお金をかけるとレベルを上げることができます。レベルを上げれば上げるほどモンスターの体力もぐんぐん上昇します。体力が上昇したモンスターは戦いで負けにくくなるのでとても有利になりますね。さらに特筆すべきポイントはここ、通行料です。レベルを上げると通行料もぐんぐん上がるんです。うまくいけばがっぽりですね。しかしこのような通行料の高い領地は相手からたくさんのお金を奪うチャンスがある反面、狙われてそっくりそのまま奪われる危険性があります。相手が戦いを仕掛けてきた時に備えて領地を守れるカードを持っておくことが大切です。例えばこの場面をご覧ください。通行料の高い領地に相手がものすごく強そうなモンスターで戦いを仕掛けてきました。相手の攻撃力がこちらの体力を上回っています。領地を守っているモンスターが高校ですので、このままでは負けてしまいます。そんな時、例えばこのアイテムカード、高校のモンスターでも相手より先に攻撃を仕掛けることができるんです。そうすると。がっぽり。やりましたね。これで一歩勝利に近づきました。このようにカードをうまく組み合わせて戦うのがカルドセプトの醍醐味ともいえます。今日のポイントです。領地の奪い合いはマス目とカードで勝利をつかむ。さて今回で一から始めるカルドセプトは終了ですが、ご紹介したことでカルドセプトを少しでもご理解いただけたら光栄に思います。カードで戦うボードゲーム、カルドセプト。